取れてんのかな。取れてんね。はい、樋口くんはですね、なんと特別研修生として明日アメリカに立つということなんですけども、そこで今日はこれから送別会をやろうということですが、樋口くんどうですか。撮ってるんですか。撮ってますよ。まあ、荷物はもう全部送ったんで、うん、今はまあドキドキとワクワクが、まあ、交互にやってきてるような感じですかね、うん、語学が心配です。どこに行くんでしたっけ大学は。UCLA の方に行かせていただきます。おー、名門じゃないですか。頑張ります。まあ、今日は送別会だというのにね、これみんな相変わらず時間を守らないですね。あ、よしは、なんか樋口くんに送る言葉ありませんか。よし、ね、え、なんすか。あの、樋口くんに、あの、送る言葉とか。ああ、いや、マジ頑張って。ありがとう。まあ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 、本当はね、適当に居酒屋でやってもよかったんですが、まあそういう柄でもないのかなと思って。あ、今日はまあささやかながらリッツパーティーとしゃれ込もうと思ってます。樋口くん、あんまりねワイワイして感じとか好きじゃないもんね。いや、そんなことないですよ。え、居酒屋とか行きますよ。あ、そうなんだ。はい、あ、ちょっとすいません。あ、かんちゃんが戻ってきました。これ出たんですけど、おかしくないですか。あー、それ食事デクリメントしたら全部ずれちゃうんだよね。かえちゃん、なんか一言。え、これ、こっちもそうですか。そう、全部かえちゃん、全部静か。全部だよ。あー、なんかみんな忙しそうですね。そうだね、さつきくんも今日見てないしね。 あ、ちょっと電話してみて。僕がですか？うん。出ないですね。ん？寝てるかもしれないですね。あ、もしもし。おはようございます。寝てました？あ、今日はあの研究室で、あ、いやいや、あの送別会やってもらうことになってて、はい、あの今日ですね。え、寝てた。はい。あ、いやいや、あのでもそんな無理してしないで、はい、大丈夫ですよ。いや本当。、うん、すぐ帰ってきますんで。はい、あ、ありがとうございます。はい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 、お疲れ様です。はい。え、来ないって。はい。なんで。いや、ちょっとよくわかんないですけど、もう眠いらしくて。それはちょっとひどいですね。あ、ちょっと俺電話しようか。いや、いいですよ、なんか。いや、むしろ今日ちょっともう帰った方がいいんじゃねえかなみたいな。ダメダメダメ、何言ってんの。おー、撮ってんだ。おー、こちらはですね、共同研究員の三菱重工のエリート、ハブさんでーす。あ、なんかアメリカ行くってことでさ、いろいろ買ってきたんだよ。ありがとうございます。いや、まずパーティーということで、リッツ。あー、かぶっちゃうじゃん。 あとね、ビールと間違えるほどのうまさの麦とホップ。ビールではないと。だってビール飲めないでしょ。いや、飲めます。あ、そう。あ、他の人は。あ、まだ。あ、そう、うん。おー、ちょっと乾杯まだだよ。あ、そうか。いや、でもさ、来ないで失礼だよね、みんなでさ。いや、ほんとだよ、忙しいとはいえね。あ、そうだ、俺あとさ、20分ぐらい出なくちゃいけないんだよね。いや、さ、今日さ、娘の誕生日でさ。いや、ちょっとごめんね。そうそう。いや、だったら今日も中止した方がいいんじゃないですかね。いやいやいや、だって日本にいるの今日が最後なんでしょ。いや、ちょっと、いやいや、ちょっとほんと申し訳ないんで。いやいやいや、持ってる？いや、いいです。すいません。いい、じゃあ、帰りますよ。ほんと？帰りましょう。
ちょっと分かりにくいドッキリでした。やったー、やったー。おい、マジで嫌われてんだと思いましたよ。いや、だってこれ、リッツとこれってありえないと思って。騙された、ねえねえ、騙された。いや、ちょっともう、なんか今日最後なのに、なんか眠いとかありえないと思って。隣の部屋にいましたえ、実験なんかしてないですよ。何も考えてないの。ちょっともう、マジ俺泣きそうでしたよ。じゃあ行っちゃいますかね。予約もしてあるからね。おー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 。え、ちょっと、羽生さんが20分しかいられないって。おー、俺娘なんかいないから。いや、ちょっとよし、あそこで飲むぞ。はい、どこ行くんですか。桜水産。おー、水産水産。